こんばんは。今日は世界でおそらく聞いたことがないと思う耳の占い&耳整形修正、全然傷をつけなくて、そして自分でできる修正方法を一緒に学んでいただきたいなと思います。この顔全体を双眼と言います、占いの世界で。そして観相眼ですね、とも言います。その中で、まあ、耳は本当にたくさん占うことができるにもかかわらず、意外と教えさせていただく、そういう方も少ない上に、これを変えちゃう。耳のこのパーツの形を変えることで